待て、誰かいるのか。やばい、誰か追いかけてきたみたいだ。ああ、一旦身を隠そう。どうやらすぐそばまでやってきてるな。ああ、上野の連中かもしれない。ここは俺らで食い止めるしかないだろうな。ああ、安子さん、あんたは先に行ってくれ。え、行くってどこに。この奥さ。奥。ああ、実はこの下水道、サイの河原って言われる場所につながってる。サイの河原。あんたもカムロ町に住んでたんなら聞いたことくらいはあるだろう。あのホームレスのたまり場だった西公園の地下のことだよ。どうしてそこへ。数日前、そのサイの河原であんたの兄貴らしき人を見かけたって情報があってな。昔のホームレス仲間から聞いた。今ならまだ間に合うかもしれない。追手の連中は俺らが食い止めておく。だから早く。これはもしものことがあったら使ってくれ。もしもの時のためだからね。それじゃ。あの、うん、秋山さんも谷村さんも気をつけて。ああ、それじゃ。お前ら上の清和会のやつか、それとも宗形の使いのやつか。何を言ってるんだ。あの女をどこにやった。リリちゃんならとっくに行っちゃったよ。何。あ、おっと、ダメだよ。これ以上先には行かせないよ。安子さんには指一本触れさせない。さっきから何を言ってるんだ。俺はあの女を守る必要があるんだ。お前らに用はない。守る。なんだそりゃ、誘拐するじゃないの。それはお前らの方だろ。つべこべ言わずに道を開けろって言ってますけど。どうするよ谷村さん。口では何とでも言えるさ。あるいは今は誰も信用できない。もし安子さんを追うっていうなら。話し合う余地はなさそうだな。ああ。説明は後回しだ。お前らは悪い奴には見えないが、少し痛い思いをしてもらうぜ。ふん、言うね。さあ、こっちはいつでもいいぞ。覚悟はいいな。行くぞ。Ah!
さあ、これで文句はないな。通させてもらうぜ。くそ、何なんだ、あいつは。遅いんだよ、キリュウ。一体これどうなってんの？ヤズコさんは連れて行かれちまったよ。誰にだ？カツラギ、それに木戸ってやつに。は？くそ、どうなってんだよ。じっとしてろ。だが最近の刑事ってのはこんなに軟弱になっちまったのか。しかし、まさかこんなとこにあの大先輩がいるなんて思いもしませんでしたよ。ある意味ここ数日で一番の驚きです。何言ってんだ。元刑事が分野でクラブの手伝いしてちゃ悪いのか。いや、ただこの数日間毎日が信じられないような出来事の連続で。お、帰ってきた。どうだったんだ、お前さんの店の様子は。はあ、ダメ、まんまとやられちゃってましたよ。はあ、せっかくコツコツ貯めた金だったのにな。これじゃまた一からやり直しだっての。やっぱり金盗まれてたのか。ええ、きれいさっぱり。いくらぐらいだ。1000億。はあ、1000億？本当なのか。ああ、俺も最初は信じられなかったが、どうやら本当らしい。どういうことなんですか、秋山さん。うん、いやね、実は俺の店でっかい隠し金庫持っていてね、そこに入れておいた店の金が全部持っていかれちゃってたのよ。誰に？検察？というか多分木戸ちゃんに。え？木戸ってあの新井の兄弟分の、あの。チーズ。でん、
誰もいないか。ふぅ、六方全書か。やっぱ秋山さん頭いいんだな。あ？なんだこりゃ。おおおおい、ちょっと。やべ。どうなってんだこれ。うわもう。ただいま。ってあれ、もう社長またドア開けっぱなしなんだから。ああ木戸さん、ごめんなさい、ちょっと買い物に行ってて。ああすいません、勝手にお邪魔してます。
何？で、これからどうするんだ、お前ら。冴島と安子を取り戻すつもりなのか。ああ、それしかないだろうな。だがどうすればいいんだ。金はすでに葛城の元にある。やはり奴らの居場所を探して直接攻め込むしかないのか。いや、策はある。ん？これ一体何なんだ。動かぬ証拠というやつだ。おそらく宗形も葛城もこのファイルの行方を追いかけている。これを使えば奴らと取引できるはずだ。葛城か。谷村じゃないのか。俺は桐生ってものだ。今訳あって谷村の電話を借りてお前に電話している。桐生、まさかあの四代目の桐生一馬さんですか。そうだ。これはこれは驚きです。それで私に何か用でも。冴島大河と安子のことだ。さあ、何の話だか。とぼけるな。お前が賽の河原から連れ去ったということは分かってるんだ。それがどうした。お前と取引がしたい。お前が今一番欲しがっているはずのものが今俺の手元にある。賽島が浜崎と脱獄した際手に入れた例のファイルだ。お前が手に入れたいものというのはこれなんじゃないのか。
違うというのなら構わない。この話は忘れてくれ。それじゃ。待て。どうしてお前がそのファイルを持ってる？受け取った。沖縄で浜崎から直接な。そのことを知っているのは？俺と浜崎。あとは今、俺の周りにいる人間だけだ。宗像は知らないんだろうな。宗像？副総監の宗像だ。ああ、知らないはずだ。わかった。いいだろう。取引の内容は？西島大河と安子の身柄、あと木戸が奪ったスカイファイナンスの金、1000億だ。伝説の極道ってのも交渉ごとは不得意のようだな。そんな取引じゃ俺は動かない。交渉ってのは心理戦だ。わざと相手に有利な条件を提示することで相手の興味を引き出す。そういうもんだろう。ならどうすればいいんだ。そうだな。わかった。こうしよう。今日の取引、お前一人で来い。一人？そうだ、一人だ。しかもお前にはボロボロの状態で取引に来てもらう。どういうことだ？ちょっとした余興をやってもらうってことだよ。あんたの好きな殴り合いってやつをね。何？取引の場所はカムロ町ヒルズの屋上にしよう。俺は冴島と妹、さらに1000億を用意してその屋上で待つ。あんたには屋上にたどり着くまで上野清和会の人間を全て倒してから来てもらう。なんだと？あんたが屋上にたどり着けるか、それとも先に死んでしまうか、俺としてはどっちでもいい。これなら俺に有利な条件だ。もし俺が屋上までたどり着いたら？そん時はちゃんと取引させてもらうよ。ただたとえそうなってもあんたにはもう俺を殺す余力は残ってないはずだ。それなら俺も安心だ。分かってくれよ、桐生さん。俺もあんたや冴島みたいな化け物二人も相手してじゃ、世の中には錦山や郷田龍二、今まであんたが相手にしてきた男気あふれ、さあどうする？分かった。夜22時。俺も死体じゃない、生きたあんた。それじゃ。Thank you.
Oh!
離せ！
潰しになりそうだぜ。
次。まさか本当にここまで来るとは。伝説の極道ってのはこういうもんなのか。ゲームは終わりだ。取引に応じろ。まあいいだろう。約束だからな。俺は男気はないが仁義は守るよ。お前が欲しがっているファイルだ。早くその二人と1000億を渡せ。まあ焦るな。1000億なんて大金、そうそう簡単に運べるもんじゃない。そろそろここに届くはずだ。お待たせしました。お約束の現金1000億です。ヒロお前がヒロか。桐生一馬さんですね。こうしてお会いできるなんて光栄です。さあ役者は揃った。それじゃそろそろ取引に入ろう。ああ、物々交換としよう。まずは冴島靖子からだ。あんたはその場から動くんじゃない。木戸がそっちに行ったら、その女と引き換えにそのファイルを木戸に手渡せ。ファイルの中身を確認したら、冴島と1000億をここに置いたまま俺たちは帰る。分かった。さすがだな。こういう場でも動揺一つ見せないとは。まあいい、行け。ごめんね。ファイルを。大丈夫か。ごめんなさい、私が言うこと聞かなかったから。もういい。兄貴とは話せたのか。ええ、長い時間一緒に監禁されてたから。そうか。おめでたい奴らだ。まさか本当に生きてここから帰れると思っていたのか。カツラギ、起動、撃て。
こういうことです。桂木さん、俺が兄貴のことを裏切るとでも思ったんですか？兄貴、これを。さすが俺の兄弟分だ。よくやったな、木戸。桐生一馬さんですね。東条会柴田組金村興業若頭の新井です。こうしてお目にかかれて光栄です。何ふざけたこと言ってんだお前。自分が何をしているのか分かってんのか。お前は今自分の兄弟を裏切ったんだぞ。それがどんなことか分かってんのか。ええ、分かってます。十分なほどにね。おい、新井、東条会はお前に渡さねえ。何があろうと俺が食い止めてやる。いいな。遅すぎるんですよ。あなたはいつも遅すぎる。だからこうなるんです。それじゃ。お兄ちゃん。くっ、ヤツコ、早せ。まだヤツが生きとる。カツラギ、ね、よくわかったな。25年前よりは利口になったじゃねえか。なんやと。結局お前は誰一人殺せなかった。最低のヒットマンのくせにな。笹井もかわいそうだな。お前みたいな間抜けな子分を持って。うわお前のようなカス殺す気もせん。一生そこで寝てろや。安子、おい、安子。
ヤスコ！ちょっと待っててね。ヤスコ、おい、お前何してんねん。おい、なんだお前は。父さんの無念を晴らすため私に託されたものだったのね。おい、何してんねん。来ないで。ありがとう、お兄ちゃん。たった一日だったけどお兄ちゃんと話せて嬉しかった。ヤスコ、お兄ちゃんは無実よ。でも私はたくさん人を殺してしまった。だから私にやらせて。やめろ。こんな形でしか恩返しできない私を許して。ヤスコ！おい、ヤスコ？ヤスコ！返事してくれや！おい！ごめん。ヤスコ、ヤスコ、おい！ああ！